クレイチャンネル始まるよー。イエーイ。今回ね、久々、はい、ウルフくんのぷっくりラバーマスコット。あ、ウルフくん久しぶりじゃないですか。アクリルをやってフィギュアやってラバーやってなかったのね。やってなかったかもしれないですね。でウルフくんはもうずっとやってますからね。はい、本間さんにも本当にいろいろお世話になって。本間さんね、うん、で一個一個ね紹介しようかな。まずね、ウルフくんとドッグくん、これ仲良くね、まあ、チャラ社長と白目がみたいな感じかな茶色いしね、うん、ついに自覚し始めましたね。茶色いのを自分だということになりましたね、うん、皆さんなんか仲いい感じでね、はい、これでぷっくりしてるからさ、で後ろもしっかり両面なのね。両面がぷっくりになってる。へえ、うん、これめっちゃいいじゃないですか。これいいね。最近商品出てなかったからね。確かにね、うん、ウルフくん久しぶりじゃないですか。久々、うん、で続いて花束とウルフくん。これ鼻の中にウルフくんいるんだよ。あ、本当だ。うん、可愛いよね。本当だ本当だ。子供みたいな感じで、ウルフくんがウルフくんの花束を持ってんだ。そうだね。あ、これウルフくんだね。ちょっと悪い感じでクククククバレてないよみたいな感じのなんかそんな様子だよ。ああ、ウルフくん。それ裏どうなってるんですか。裏もこの裏はほら、あ、レターになってるね。何がいいかね、これね。なんか手持ってる。あ、リボンだ。リボンだね、うん、これいいね、うん、かわいい、うん、で、続いてがウルフくんとコウルフくん。コウルフくん、うん、これかわいいね。やっぱちっちゃいのがいるとかわいいね。うん、ね、これもね、コウルフくんでしょね、うん、俺これ好きなんだよね、これ UFO とウルフくんこれ良くないこれ普通にいいんだけど俺。どういうこと、普通にいいってどういうこと。なんか UFO 好きなんだよ。昨日もさ UFO の番組やってて、北海道のある地域にすごく出没するみたいで。嘘ね。ほんと町の2割ぐらいの人は1回 UFO 見てるって。でやっぱね、見入っちゃうもん UFO。 UFO なんかいないよ。 UFO いるよ。これはちょっとさ、やっぱ子供の心持とうよいいよ、こうやってなんか連れ去られる、うん、子供の心持とう。そう、持った方がいい、持ちたいと思います、うん、これつけて可愛いもん。そうね、裏もね、ルーティーフォー、これ可愛い、めちゃくちゃ連れ去られてる感じ。うん、これいい。で、続いてギューギューウルフくん。あ、これが一番いいわ。なんかもう100人乗っても大丈夫みたいな感じだね、これね。稲葉物置みたいな。いや、じゃあ上に乗るはずよ ね、 ね、白いね。お、かわいい。これ新しくないですか。新しい。両面でストーリーがね、両面でストーリーがあるからね、面白くない。これ両面書いていただいてるわけですよ、ね、そうだよ、たくさん書いていただいて。で、続いてがこれがココアタイムドッグくんとコウルフくん。あ、こちら社長だ。こちら社長、はい、ちょうど今ココア飲んでるし、うん、マジでココアタイムだよ、本当に。キッコーマンココア、ね、すごいですね、それは。そんなタイミングある面白いね。もちろん面白い。面白いな、それ。ちょっと寒い感じだね、やっぱウルフくんね。いやいや、いいね、うん、あ、いいわ、いいわ。で、最後が自転車とウルフくんね。あ、これ可愛いじゃん、なんか。まあまあ、いつの時代の自転車って感じだよ、これね。あのね、戦前。ね、戦前だよね、これね。戦前のね。うん、すげえな、これ。いいチャリンコですよ、うん、本当。なんかウルフくんっていいっすね、いろんなシチュエーションがあって。 あるからね、うん、面白い面白い。え、なんかさ、やっぱこれ裏の感じがいいね、ほんとね。いい、このね、これとかほんといいよね。ストーリーになってる、ストーリーになってるからね。これはね、ぜひね、うん、見てください、ね、かわいいな。これね、 DP じゃ見えないから、見えないから ね、 ね。で、こちらね、3月発売、3月発売です。全7種300円で展開する予定。こちらもぜひチェックしてみてください。はい、今日紹介させてもらったのはウルフくんぷっくりラバーマスコットでした。両面楽しんでねー。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。